Salut les amis, alors bienvenue dans la suite de ce Let's Play de Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Nous allons continuer notre aventure en compagnie d'Alfino et découvrir aujourd'hui une bien étrange ville. En tout cas, c'est mon avis. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe des petits trucs pas très légit, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'ambiance et l'environnement de cette petite ville a vraiment l'air spécial. Donc sur ce, je vais vous laisser profiter du gameplay tranquillement. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Allez, salut.
奥にあるのが歓迎の門、その向こうに見える都市が目的のユールモアさ。手前のここはゲートタウン。ユールモアに住むことを望む者が選ばれるのを待ちながら暮らしている場所だよ。おお、いつもの変なチビかと思ったら新顔を連れてるじゃねえか。特技があるやつなら大歓迎だぜ。あんたは一体何ができるんだ？彼は移住希望者ではない。君たちの邪魔はしないから放っておいてくれ。なんだと？こっちが善意で聞いてやってるのによ。はーい、みんな注目。善と有望な市民候補の諸君、ご機嫌はいかがかな？今日はね、あるご婦人がとびっきり美味しい魚料理を食べたい気分なんだって。だからそれを作ってくれる子を探しに来たんだ。気に入ってもらえたらもちろん都市内で暮らせるよ。魚を食べない日だってずっとね。さあさあ、名乗り出る人は実践多選は問わないよ。誰かいたっけ？彼女はどう？ユールモアは世界政府を自称していると言ったね。実はあの都市には最後の陥落都市、光の反乱を生き延びた鬼人や富豪が残った時間を楽しく遊んで暮らす場所。持たざる者である一般人がその楽園に住まうには、あんな風に人材として変われるしかない。うん、悪くなさそうだ。君をユールモアにお迎えするよ。幸せの街でこれからずっと腕を振るっておくれ。さーて、みんなのその期待に満ちた顔、言いたい。お待ちかね、彼女の素敵な門出を祝福してメオルの臨時配給だ。はい、待ってました。どうぞ。ありがたい。私も。あのメオルというのはゲートタウンの住民にユールモアが無償で配っている食料でね、食べていくのも困難な時代だから、あれの配給に依存している住民も少なくない。だが私はどうも。
見つけたぞ。私の使いを語って作物を持ち出したのは君だね。あれは大事な取引に使うんだ。返してくれないか。許してください。俺どうしてもユールモアに入りたかったんです。身内はいないし、ここでできた友達はみんな選ばれていってしまいました。それ以来周りとはあんまり仲良くなれなくて、配給のメオルすら残りカスしか回ってこないんだ。何をやってもみんなは俺を推薦してくれないし、お腹も空いてたまらなく惨めで、それでこのまま死ぬくらいなら機械を盗んででも入ってやろうって思ったんです。君、名前は？カイシルです。ではカイシル、ユールモアに入る以外の選択肢はないのかい？例えばクリスタリウムに行くのはどうだろうか。あそこなら都市に養ってはもらえずとも、働いた分の見返りはきちんともらえるはずだ。ダメなんです、ユールモアじゃなきゃ。俺の友達がいるのはあの町だから、いつかみんなであの豪華な都市で暮らすんだって約束したんです。オンド族、譲ってくれるんですか？あくまできっかけを貸すだけさ。そこから先は君自身が頑張らなくては成し遂げられないよ。はい、ありがとうございます。私たちにとっては単なる調査、機会を改めることもできる。しかし彼にとっては人生をかけた一大事だ。譲ったことに後悔はしていないし、彼の成功も祈っている。それでも良い判断ではなかったかもしれないな。一刻も早くこの世界を救うべきなら、そうしないと多くの人や君が死んでしまうなら、彼を押しのけてでも進むべきだったのかもしれない。エスティニアン殿がいたら相変わらず甘い坊ちゃんだとたしなめられていたに違いない。だがありがとう。結果的にはどちらも幸せになれるようまた頑張るよ。ではひとまずライト村に戻ろうか。
あれは？かなり遠いが、人が倒れている？何かあったのかもしれない。急いで助けに行こう。
世界は救われない。今その言葉を否定できるのはよほどの聖人かバカ、またはこの町の住民だろう。堅牢だった海の都は世界の終わりを前に浮かれ騒ぎを始めた。悲しみを忘れるために喜劇を演じているのか、あるいはここに限り永遠が約束されているのか。
ら、あなたは？お初にお目にかかります。画家をお探しのチャイ夫妻でいらっしゃいますか？おお、ではお前たちが新しい。まあまあまあ、なんて可愛い男の子なの。ふわふわの髪にお上品なお顔立ち、それになんだかお花のいい香りもするわ。あなた、私この子が一目で気に入っちゃった。きっと、先日手放したあの下手で陰気な画家よりはマシだといいんだが。それじゃあ改めてよろしくね。アルフィノと申します。奥様、旦那様。雇われる際に家族を伴ってくるやつはいるが、その年で助手を連れているとは珍しい。実際家族のようなものです。血こそつながってはおりませんが、私が辛い時には必ずそばにいてくれました。そして誰よりも私の絵を理解してくれています。彼と共に仕上げてこそ私の絵はご夫妻にふさわしいものとなるでしょう。しかし絵の描き始めに限れば、働くべきは私だけです。そこで、そのもしよろしければ、助手には町の見学をお許しいただけないでしょうか。これまで私を支えてくれた礼に、憧れのユールモアをいち早く見せてやりたいのです。まあ、なんていい子たちなんでしょう。そういうことなら存分に見学をしてらし、いいわよね、あなた。ああ、まあお前がそう言うなら。